水飲んでるのとこっちで手作りしてる夜か。すごい。おはようございます。おはようございます。3日目の朝です。合ってるよね。合ってる。まあ、感覚わかんない。すごい天気がいいね。いいですね。晴れてます。はい。今日は車を借りてお出かけです。セラ君どこに行くでしょうか。すぐわかるよ。動物園。正解。今日はなんと動物園に行きたいと思います。このグマに会いたい。ホッキョクグマに会いたい。ホッキョクグマに会いたい。いいね。いいですね。でっかいのめっちゃ。1日目2日目とパパとママの美味しいもの探しにセラとルカに付き合ってもらったので、今日はセラとルカがいっぱい楽しめるところに行きたいと思います。イエーイ。今日の朝ごはんですけれども、北海道のコンビニセイコーマートでおにぎりだったりポテトだったりいろいろ買いました。おすすめしてもらったんだよ ね、インスタの DM でたくさんの方がセイコーマート美味しいですよって教えてくださったので、じゃあまずはこちら北海道ポテト食べてみて。ポテトって何それ。美味しいらしいよ。食べてみてください。美味しい。本当に美味しい。いいね。油が美味しい。油が美味しい。油の違いわかんの。すごい。天才いるやん。じゃあパパはこの明太マヨいただきたいと思います。もう美味しそうだもん ね、揚げ口ここなんだ。すごい。あったかいんだよね。びっくりした。美味しそう。いただきます。うん、ぎっしり。え、ぎっしり、ぎっしり。うまっ。あったかいんだけどいいね。美味しい。うん、よか。チキン美味しい。美味しい。ニコニコしてる。美味しい。よかったね。はい、ということでやってきました。どこに？でん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 。へー。旭山動物園でーす。イエーイ。来ました。ね、今からみんなで楽しみたいと思います。レッツーゴー。いいねー。さあ、動物さんいるかな？なんかいた？何？あれカモさんで。おーいって。あー、カモさんって。カモさんこっち来て。何カモ捕まえてるの？本当だよね。いた？いざっちだ。行こう。よーいったん。すごいね。ゆか、ゆかおいで、大丈夫です。ありがとうございます。ご覧なんだ。すごいね。おー、すごい。これペンギンがいっぱいいた。ペンギンいいね。すごいね、いっぱい種類いるね、ペンギンね。
エンペラーペンギンってめちゃくちゃ大きいんだね。見てよ、このペンギン。すごい。ルカより大きい。本当だ。じゃあこれがパパで、これがシャーで、これがルカで、これがママ。確かに。お猿さんいた？こっちもいた。いた、お猿さん。お猿さんさ、あの地の高いところに行くし。おい、お猿さん。お猿さん、真似して。ご飯少ない。惜しいな、さっきから。お猿さん、どういう鳴き声するんだっけ？思いつかないな。大きい？大きい？大きい？水飲んでるのとこっちで砂みたいなところ手作りしてる夜かすごいね自分見てる何がいる？さあ、カンタ おちょくぐまさんこれうん、そうだほらこれ包丁グマそうだよセラがずっと見たいって会いたいって包丁グマ何ロコ会えた会えたおーよらうーたんくんパパいるよ誰パパやんパパいるよあパパおいで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 ビルビルバいたあもうちょっとおいでだよなパパママずっと目つぶっててルカ見てルカ見てほらお猿さん動いてるよあそこのベンチに見て見てセーラ見てごらんすごいすごいねすごいねじょうず。じゃあエントリーナンバー1番、セラくん。はい。エントリーナンバー2番、ルカくん。頑張ってください。まだまだ、ルカくんまだです。ルカまだだよ。まだまだ。フライング。はい。手つき B。いきますよ。いじって。よーい、ドン。いけ。頑張れカバのチュロス、ね、美味しいとこだから食べてみましょうガムアイどうですかセラ君美味しい美味しいいいねはいありがとうございました
お寿司食べに来ました。ここは根室の花丸というお店です。めちゃくちゃ美味しそう。うまそう。美味しい？いいね。どう？美味しい？だって。すごい。